はい、どうも、暗号通貨ニュースでございます。ビットコインがね、さらなる急騰を見せました。まあ一旦、利確で落ち着いたところも見えますけども、まだまだ上がっていきそうですね。まあこれについては後ほどね、ビットコインが3倍になる分析をお届けしますので、ワクワクしてお待ちください。え、そして、もう一つ私たちが愛してやまない体のエーダですけども、こちらの方もね、ドカンと価格上がってますよ。いや、この前までね、 40円を行ったり来たりしていたんですよ。38円になったり39円になったりね。40円超えたりとか、一気に中止してたんですけども、まあ、50円の水準まで来ましたよね。うん。あの、やっぱ、体のっていうのは、もっともっとね、価格を上げて、例えば1ドルとかね、2ドルとか10ドルとか、全然行っても構わないとは思うんですけども、それは市場原理がありますんで、まずは体のが知られないといけないかなっていうところでね。 暗号通貨ビットコイン体のについてのいいニュースをもっともっと拡散していきたいなと思います。先日のミートアップも本当皆さんお疲れ様でございました。はいそれではねビットコインをはじめとして暗号通貨がこれからねだいたい三倍ぐらいになるんじゃないかなっていう風なまあ、そんな分析をツイッターから拾ってみましょう。はいどうも一応ねツイッター界隈でも好材料がどん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 公式とぶわれるアカウントから投げられていったりとかトレンドにねビットコインをはじめとするアルトコインの 価格上昇のこととか、これからの展望のいいニュースがどんどん上がってきてるんですよね、まあ、これはコインゲッコですね、まあ、こういったギャグの <laughs> 動画とかも出てますけども、かなりね、あの好意的なんですよ、で、好意的な時だからこそ、用心しなくちゃいけないところがありますんで、そこはね、やっぱりこう、いいニュースばっかりだからって、安心はできないんですけども、基本的にこういう風ないいニュースがたくさん出ると、警戒感がなくなっていって、資金が流れやすいんですよね。 ビットコインは危ないぞ、詐欺だぞっていうと、やっぱり手放す方って多いと思いますけども、これから暗号通貨、ビットコインにあのいい兆しが出てくるんだよっていうニュースがあると、やっぱり人はね、噂で動きますから、それで真実で売るわけなんですよね、で今、その噂で買ってるとこじゃないかなと思います、資金はかなり流れ込んでいます、うんまあ、このね、ビットコインが何から交換されてるかってことも大事なんですよ、ビットコインはじめ、アルトコインがね。 で、暗号通貨マーケット自体の資金量ってのはもう圧倒的に増えてますね、この2ヶ月間。で、今年から考えてももう倍増してるんですよ。だからそれはそうですよね。ビットコインって今年の初めって250万くらいに1回落ちましたからね。まさかね、2023年に300万あると思わなかったんですけども、でも止まって250万かなと思ったら止まりましたね。で、えっ、ー、と、先日の話ですけども、 まあ300万超えて400万を超えたときに、おそらく最後の仕込み時が450万から500万の間で来るんではないかなっていうことだったんですけども、実際500万超えてしまうとね、もう今度は500万を割ることがなかなか考えられないぐらい安定してきちゃったなってところはありますね。え、それからこれアセンディングトライアングルですかこれ書いてるのね。うん。なんか似てるよね。 っていうふうな2012年と2016年と2020年と2023年を比較したところで今2023年もうブレイクした本当にその瞬間だから今買っておくとこれがぐーっと上に伸びるよってことを言いたいんですよね2020年と比べてもそれから2016年と比べても2012年と比べても同じような現象が起きてるよってことなんですよだから価格がこれから大体このグラフから見るとね3倍になるんで2023年から2024年にかけてえ価格はね 1500万とか2000万が、これをね、当てにすると、テクニカル的には実現するかなってところですね。で、おそらくね、減税とか給付金っていうのがありますけども、日本では。えー、このね、一部資本家の方にそういったお金が流れ始めると、もうね、買うデリバティブっていうのがビットコインぐらいしかなくなってきた人っていうのも、当然そちらの資金流しますんで、そういった意味でも、私たちはね、 小判染みたいにあの巨大資本家の遊び銭が流れる方向にくっついていけばそこそこのね小判染ができるんじゃないかなってところです、うん、あこういうふうなねあの見方をする人もいますねはいえー、まあねあの情報日本語だけだとちょっと足りないんで英語からも取っていってさらなる価格予想につなづけたいかなってことこですけどもまあ明るいんじゃないですか 体のも50円ぐらいになりましたし、今ね。はい。すごいですね。まあ私としてはね、XRP なんですよ。XRP の価格が、これ、90円乗りましたけども、これね、XRP の価格。これがね、100円とかを超えてきたら本格的だなと思うところなんですけどね。体の49円になりましたね。まあここ1ヶ月で10円ぐらい値段を上げたんじゃないですか。 ビットコインは10円どころじゃないですけどもね、300万ぐらい上げて。イーサリアムもこの前まで230万ぐらいでしたから40万ぐらい変わりましたね。はい。これからもいいニュースが入るといいですね。お疲れ様です。